のね、司にハーブの世話をしてもらいたいの。どうして俺なの？そもそもハーブのことは今まで。無理にとは言わない。だけどできれば司にお願いしたくて。ダメかな？任せてよ、期待に応えてみせるから。よかった、司ならそう言ってくれるって思ってた。引き受けてくれてありがとう。じゃあ初めに、ここにあるハーブの説明から。うん。司はこのハーブのこと知ってる？見たことはあると思う。これはカモミール。植物のお医者さんって呼ばれてて、周りの植物を元気にしてくれるの。周りの植物を？カモミールが元気なうちは他のハーブも元気でいられる。だからカモミールのことを一番気にかけてほしい。なるほど。次は手入れの説明。カモミールは一年草、ずっと葉がついてるの。種が勝手に落ちてどんどん新しい芽が出てくるから、ほっといたら増えすぎちゃう。良くないものがあったら取り払った方がいい。わかった。こっちのタイムは夏の暑さに弱いので気をつけて。逆にローズマリーは暑さに強い。ただちゃんと手入れしないと葉が茂りすぎちゃって下の方が枯れちゃう。夏になったら一度収穫すべき。うん。どうかした？アイラってハーブのことにすごく詳しいよね。かなり勉強した？育て始めた時は時間いっぱいあったので、それにみんなが私の入れたお茶おいしいって言ってくれると、私はまだここにいていいんだって思えて。もっといろいろ育ててみたかったな。メモは平気？うん、ちゃんと取れてるよ。タイムは暑さに弱いから注意が必要で、ローズマリーは暑さに強い。ただ茂りすぎると。さすが司はマニュアル人間、ちゃんとしてる。それって褒め言葉？うん、司のそういうところ私は。あれ、続きは？ない。そうなの？言おうと思ったけど今は仕事中なので。ハーブの説明続けるね。ああ、うん。説明はこんなところ。質問ある？そうだな、とりあえずは大丈夫。あとは実際にやりながら覚えていくよ。俺頑張るよ。アイラみたいにここにあるハーブ全部ちゃんと育てたい。司ならきっとできる。そうかな。でもアイラに追いつくにはもっと勉強しないとね。司が良ければ仕事が終わってからでももっと教えるよ。いいの？それはありがたいかも。でもアイラの負担にならない？ハーブのこと好きなので好きな話をするのは楽しい。そっか、じゃあ決まりだね。よろしくお願いします、アイラ先生。
先生。勉強を教えるのは先生の仕事でしょ。そっか、私が先生。アイラはハーブを使った料理とか興味あったりするの？この本のこと？これはミチルよ。え、ミチルよ？会社のハーブが茂りすぎた時、人にあげるようにしてるの。でも意味もなくあげると迷惑だから、誰にあげるべきか本で調べて決めてる。つまりレシピ本はミチルにあげるハーブを調べるための本で、だからミチルよ。そういうこと。すごいね。料理以外だとシェリーにローズマリーをあげたりしてる。ローズマリーは乾燥させた後も香りが残るから消臭剤として使えるの。部屋から安高の匂いを消せるっていつも喜んでくれる。ハーブはね、育てるのも楽しいけど、それ以外にも楽しいことがたくさんあるの。ハーブの歴史とか雑学が好きっていう人もいるみたい。雑学？昔ミントを税金として納めさせてた国があったとか、そういうの。へへ、確かに面白いね。自分が好きなハーブの話とか聞いたらきっと楽しいんだろうな。司が好きなマジョラムにも多分何かあると思う。見つけた。ここマジョラムのページ。長寿のハーブ。マジョラムってそういう意味だったんだ。どうして喜んでるの？だって司がずっと元気でいてくれたら嬉しい。司は大切な人だから。そうだよね。俺もアイラがずっと元気でずっと笑顔でいてくれたらすごく嬉しいって思う。アイラのこと大好きだから。私お茶入れてくる。司の好きなマジョラムティー。アイラ大丈夫？大丈夫。無理しないで、お茶なら俺が入れるからね。ダメ、自分でやりたいの。あ、手伝いだけ。それならいいよね。手伝うだけなら。うん、分かってるって。